ハルト様も着席されましたし、お姉様。ええ。本日は妹のわがままを聞いて料理の腕を振るってくださり、誠にありがとうございます、天川卿。あの、私、お姉様が旅の間に召し上がっていたハルト様のお料理がすごく美味しかったと聞いて、セリア先生からも、ハルト様は料理が上手なんだと聞いて、その、ありがとうございます。光栄です。フローラ様が普段の生活で召し上がっている料理とはほど遠いものばかりかもしれませんが、どうぞ温かいうちに召し上がってください。はい、いただきます。では私もいただきます。いただきます。メインの肉料理にスープやサラダ、付け合わせのピクルスはともかく、これはキノコみたいですね。本当、天川卿と旅をしていた間にも見たことがない料理だわ。調理するのにオーブンが必要な品ですから、立花商会ブランドのお米を使った料理をご所望と伺ったのでご用意いたしました。ふんわりと盛り上がった上の層は卵を調理した蓋のようなもので、中にお米が入っています。まずは上の卵から召し上がってみてください。なるほど、では早速。わっ、すごく柔らかいです。うん、これは溶ける？はあ、ふわふわのシワシワです。それでいてとろりとしていて。卵以外に牛乳やバター、小麦粉などを使用して作りました。とろりとしているのは焼き上げる段階でチーズも混ぜたからです。私も最初に作ってもらった時は初めての食感に驚きました。卵がシュワッとしているから見た目とは裏腹にペロリと食べられるんですよ。ぜひ中のご飯と一緒に召し上がってみてください。はい。すごく美味しいです。シワシワの食感とトロリとしたチーズの食感とお米の味付けも濃厚で。もしかして中のお米はリゾットですか？ええ、チキンにベーコン、キノコと絡めてホワイトソースで濃いめに味付けしました。上の卵が薄味になっているので合わせて食べるとちょうど良い塩梅になるはずです。確かに素晴らしいバランスです。卵をすくって中のお米が見えた瞬間、食欲をそそる良い香りが立ち込めました。味と食感も一度に楽しめますし、見事な一皿です。ふん、なるほどな。クリスティーナやフローラからは随分と高評価なようだが。おお、これはいわゆるスフレのドリアってやつだろう。いかにも女子受けしそうなこじゃれた皿を出してきやがって。変化球で食べたことがないものを出せば物珍しがってこの俺も満足するとでも思ったか。もしやヒロアキ様はこの品を召し上がったことが終わりでしたか？ないが知ってはいる。家庭料理としては珍しくはあるが、俺がいた世界じゃファミレスなんかでも出される大衆寄りな一皿だからな。コース料理なんかとは違うアラカルトと言ってもいい。とはいえスフレっていうのはどうもふわふわしていて食事としての満足感が足りん。飯として好き好んで食おうと思ったことはないんだ。本当はデザートで使用されるもんだろ。さすがですね。この卵の調理法を使ったデザートも存在します。あいにくと俺は食通でな。最初にも言ったが食では嘘がつけん男だ。いいか、本当はシンプルな料理をうまく作るのが一番難しいんだ。それが本物だ。木をてらって食感に頼った品を出すのは味に自信がない裏返しとも言える。作られた品に罪はないから一応食べてはやるが、こんないかにも小手先に頼った食感重視の料理じゃ俺を満足させることは。うまいだとバカだ。じーく、ま、待て、味がよくわからなかった。もう一口。やはりうまい。濃厚なホワイトソースをたっぷり吸ったリゾットにゴロッゴロのチキン、厚切りのベーコン、この組み合わせがガツンと満足感を与えてくれている。
スフレだって悪くはない。チーズが入っているからか、合わせて食った時の味わいたるや。ただの素人料理ってもんじゃねえぞ。おい、料理人以上に料理人しやがって。はい、あ、いえ今料理人がどうとかおっしゃっていましたので。何も言ってねえよ。やっぱりてめえ難聴系主人公だな。いや幻聴系か。そもそも主人公になった覚えがないのですが、一体何の。知るかよ、行く先々で武功を上げやがって。そういうとこだぞ、お前のそういうところが主人公体質だって言っているんだ。おまけに剣の腕が立って料理の腕も立って完璧超人で貴族なのに風来の剣士とか設定盛りすぎだろうが、このイケメン野郎が。この勇者様はハルトのことを褒めているのかしら、それともけなしているのかしら。わからないわ。ヒロアキ様。あ、何をおっしゃっているのかよくわからないのですが、そのあたりでおやめください。天川卿が困っておいでです。そして失礼です。失礼いたしました天川卿。本当に いえ謝っていただくようなことは何も。それよりお味はいかがでしたでしょうか、ヒロアキ様。まあまあだな。そう、まあまあだ。卵と米を組み合わせた料理ならオーソドックスにオムライスか、超シンプルに卵かけご飯と言いたいところだが、このスフレのリゾットも悪くはない。9大点はくれてやってもいい。そうでしたか、恐れ入ります。おい、ハルト。はい。おかわりはあるんだろうな。ございますよ。厨房のオーブンで余剰分を焼いていただいているので、じきに完成したものが運ばれてくるのではないかと。そうか、ならいい。おかわりしたいほど美味しいのなら、素直にそうお認めになればよろしいではありませんか。違う、勘違いするなよ。俺は腹が減っているだけなんだからな。今日はロアナがいないせいか妙に調子が狂い上がる。ロアナを呼ばないで俺と引き離したのはどうせクリスティーナの采配だろうが、おかげで俺のクールキャラが崩れるじゃないか。クソ、飯を食ったら理由をつけてすぐに出て行ってやるぜ。